ハンマクの本家のハンマイワ先生です。ですね、私のね、の方には田舎で農業は結構多いものですからね、水耕栽培のお手本をちょっと開発しましたので紹介いたします。まあちっちゃな苗ぐらい作るような程度の水耕栽培ですね。まああと、ちょっとだけね、ちゃんと水耕栽培ですね、できるようにと言ってちょっと紹介いたします。通常のはね、市販のものは1層のね浄化層なんで、結局2層ですね、だけなんで、非常にデリケートじゃないんですね。非常に水替えも何回もしないといけないし、私の方ではね、5層ですね、5層の巡回で浄化しまして、ハイポニカとかの溶液などを使ってですね、栽培する、簡単、ちょっと難しい方法をご紹介いたします。でこちらなんだけども、このようにね、4層になってんですね。このようにね、4層 1,2,3,4 とあと5層なんですけど、ここにポンプがありますね。ポンプがありますでね、これによってここにつながるわけです。で全般的に言いますとね、こうなりましてね、この上に苗をつく置くわけですね、苗をね。でここにね、栄養を入れるところですね、栄養を入れるところで、この中からシャワー出すんですけど、このようにね、このポンプでもってですね、吊り上げてここに吊り上げるわけですね。それでここからシャワー出すんです。シャワーね、シャワー出すんです。ここのところでね、噴水ね。で根っこにくまなく栄養を出して、排気がここになってるんですね。排気ここから出てくるんです。でこの一番最後に入れた層のですね、向こうに穴があるんですね。ここに穴があるんですよ。穴。で、こちらにも穴があるんですね。で、こちらにも穴があるんです。で、ちっちゃい穴ですね。こんぐらいの穴ですね。こんぐらいの穴。でね、このポンプでまた吊り上げてシャワー出すわけです。で、これはね、30分に1回とかでいいんですね。でね、少量でいいんです。で、これ4層ですよ。4層の、これ、敷居があるんですよね。この、これでですね。で、4層なんですよ。ですから、このように4層なんですね。で、こっちが5層ね。こちらの5層。で、このように、ここでシャワーを出す。で、ポンプでここで吊り上げてとですね。タイマーでね、1日何回かで、数分、30秒ぐらいちょっとパッと出して、また1時間置くとか、30分置くとかですね。で、巡回させてここに流すわけです。それでね、浄化装置なんですね、この4ブロックは。浄化装置。通常ね、このようにやってんのは、下、これ、敷きないんですね。一個でやってるんです。ね、一個だけの浄化装置なんですね。こっから入れ、シャワーを送って、ポンプでね、これですね。このポンプなんですけど、ね。このポンプなんですけどね。とてもいいやつですね。とてもいいやつ。で、タイマーでね、ちょっと送るんですよね。で、ここからシャワー出したら、ここからね、出るように。ここ、詰まってるんですね。ここ詰まってて、ここ間が空いてるんです。詰まってて。だから、この中のシャワーの水は、ここから落ちるんですね。
あ、ここに落ちるわけです。最後のところで一番。ね。で、ちょびっとしか出しません。シャワーね、ほんの太、少し、チームはここ浄化する時間が必要なんです。何日も。だから、しょっちゅう、こう、シャワーするんだけど、タイマーでね、ほんの10秒とか、シュッてやってシャワーしたらもう30分、ね、何もしないと。で、またタイマーで30分経ったら、ピュッてね、ここから出るんです。このパイプから、上にね、シャワーが出るんです。たら、ね、もう、休憩と。そういうことで、だいたい1日でもこのね、ブロックぐらいしかシャワー出しません。ね。出せません。この容器はちっちゃいんでね。この4分の1ぐらいしか1日で注入しません。そうじゃないと、このろ過がね、植物の内臓器官と思ってください。で、4層になってて、ここでね、培養されて、最後に、ここに来るわけですね。培養、第1、第2、第3、第4でね。ね。それが大事なんですね。で、これを話す、敷居がないと、これ有名な浄化装置と同じですね。お水をきれいにする浄化装置。ね。そんなようなもんですね。で、植物に与える栄養をデリケートに培養して、ね、肥料を与えるということですね。で、ここに肥料を与えるんですね。で、ここから、このね、これで吊り上げるわけです。このパイプにね。で、シャワーするということですね。これがハイポニカの本当の水耕栽培の方法ですね。